はい、どうもこんにちは。今回はホールの結婚定理というものについて扱っていきましょう。まず最初にこんな問題設定を考えます。今ここに4人の女性と5人の男性に並んでもらってます。そしてそれぞれ記号として女性の方には V1、 男性の方には V2 と言っておきましょう。はい。そして、あらかじめこの女性たちには知り合いの男性を聞いておきます。で、知り合いの男性のところには線を引くようにしましょう。だから例えばこんな感じ。はい、引き終わりました。だからこれパッと見るとこの男性が知り合い多くて羨ましいですね。はい、こんな風に知り合いに線を引っ張っていったんだけども、今考える問題はこんな問題です。じゃあクエスチョン。すべての女性が知り合いの男性と結婚することが可能かどうかと、こんな問題考えます。一瞬何言ってるか分かんなくなると思うんだけども、今その知り合いの男性と結婚したい。でもちろん今このルールとして結婚の条件はその1人の男性が2人の女性と結婚するとかっていうのはもちろん NG なわけです。だから、女性がこの男性と結婚したら、もうこの女性はこの男性と結婚できず、別の男性を選ぶって感じね。知り合いであるだけでね、結婚するってなかなかね、感性バグった世界なんですけど、そういうね、世界観で考えていきます。だから今自分たちが考えるのはどんな問題かっていうと、女性たちの結婚相手をうまく割り振って、全員の女性がハッピーにと、知り合いの男性と結婚することが可能かどうかって問題なわけです。で、数学の用語としてはこんな風に言います。まずこんな風にその全体のグラフのうち2種類の集合に分けれて、その集合内に辺が1本もない、辺が1本もない。だって今女性から男性にしか結んでなくて、女性同士には線を引いてなくて、なので男性同士も線を引いてないからそういう状況になってるんだけど、こういうグラフのことをよく2部グラフって言ったりします。そしてこういう風にペアを探していく問題をよく完全マッチング問題って言うんだけど、今回だったら女性が全員ペアを見つければいいから、V1 から V2 への、完全マッチング問題です。これ男性も全員結婚ってのはできないよね。だってそもそも人数が揃ってないから無理です。で、この女性の数も男性の数も揃った場合は、単純に完全マッチング問題って言うんだけど、今回は人数が揃ってないので、女性が全員ペアを見つければいいと。だから V1 から V2 への完全マッチング問題って言います。こういう問題考えると。そしてこれが可能かどうかを判定する実は条件があって、それが、ホールの結婚条件と言われるもの。これに関して詳しく話していくんですが、まず最初に、この問題はその結婚定理と言われているものなんだけど、元からただ結構応用先が広くて、どんな問題に使えるかっていうと、少しだけね、そのレベルを下げたら、合コンとかで気のある男性の方に線を引っ張って全員がそのいい相手を見つけられるかって問題にも変えられるし、もちろんね、今流行りのマッチング、アプリとかの問題にも置き換えられる。それこそね、本当にマッチングだしね。で、あるいはもっとね、その実用的なケースで言うと、仕事の割り当てなんかにも、実用することができると。どういうことを言ってるかっていうと、例えばこっちが従業員でこっちが仕事だとすると、従業員がそれぞれいて、で、自分ができる仕事にこうやって線を引っ張っていく。で、全員おのおのが被ることなく何かの仕事に従事できるかという問題にも置き換えることができます。だから結構応用範囲は広い問題なんです。結構可愛い名前をしてるけども。だから、ね、楽しくぜひ引いてください。今回のケースだと実はこれは、完全マッチングできるグラフになってます。一例をお見せしましょう。例えば、この女性がこの男性と。で、あとは、この女性がこの男性と。この女性がこの男性と、この女性がこの男性と、結婚することによって全員の女性が知り合いで結婚できたことになります。もちろんね、他にもあるんだけども、今回だったら一つの例がこういう感じなわけね。いいでしょうか。だから他の例ってのは、例えばこの女性がこの男性と結婚して、この女性がこの男性と結婚すればね、こことここをクロスさせることも可能だね。だから一つとは限らないんだけども、とりあえずこれは完全マッチングが可能だったわけだね。じゃあ数学の問題としてこの話をまとめてみましょう。はい、これがホールの結婚定理の内容。さっき考えた問題、V1 から V2 への完全マッチングが成立する、つまり結婚問題に解があるための必要十分条件っていうのは、これがね、ホールの条件って言われるものです。どの K 人の女性も合わせて K 人以上の男性と知り合いであることであると。
で、この K っていうのは1以上で M 以下、 M が女性の、全体の数です。これなかなかね、言葉で見るとね、すごく分かりにくいんだけど、例を見るとね、よく分かると思います。これは実際に、完全マッチングできない問題、つまり結婚問題に解がない場合の、グラフを書いてみたんだけど、こっちが女性でこっちが男性です。今人数は揃えてます。別にその条件はここには含まれてないから。そして例えばこういう、3人をじゃあ選んでみましょう。だから K が3の場合考えます。 M ももちろん今4だね。3っていう4以下の数を選んだとしましょう。例えばじゃあこの中でこの人とこの人とこの人を選びますよと。で、この人たちが合わせて何人の男性と知り合いかっていうのを見てみましょう。そうすると、まずこの人からいくと、この人と知り合い。で、この人はこの人と知り合い。そして、この人っていうのはこの人と知り合い。で、この人は本当はこの人とも知り合いだけども、さっきカウントしたもんね。そうすると、これどうなってるかというと、今、女性の数は3人で取ってきたのに、合わせてその3よりも、少ない2人の男性としては知り合いじゃないんだよね。ここは必ず K 人以上じゃなきゃいけないって言ってるわけです。だから3人取ったら3人以上の男性と知り合いじゃなきゃいけませんと。これこっち向きで考えたらまあ当たり前の話だよね。だって3人女性をねピックアップして3人以上の男性と知り合いじゃないと、そもそも必ず1人があぐれてしまうわけだからです。いいですよね。だからこれこっち側、つまり3人取って3人以上いなきゃ絶対ダメっていうのはよくわかると思います。ただこの問題の面白いのは、その逆問題だってんだね。それが成り立っていれば必ず結婚問題に解があると。そういう必要性も十分性も示す必要が今回はあります。そこに注目して、確認していきましょう。まず、結論を言うと、こんなようなグラフではダメということになるんだね。今例としてこの3人を取ったら、2人しか男性の知り合いがトータルでいなかったからと。じゃあ証明に移りましょう。はい、では証明していくんだけども、さっきの問題を今まとめてみました。結婚問題に解があることと、どの K 人の女性も合わせて K 人以上と知り合いっていうのが必要十分条件であることを示せばいいと。そしてこのホールの結婚条件の必要性は、明らかです。必要性ってのはこっち向きだね。結婚問題に解があるならば、どの K 人の女性も合わせて K 人以上と知り合い、この話からやりましょう。必要性、矢印向きはこっち側。これってのはさっきやった例から明らかだね。はい、もう少しね詳しく言うと、さっきの例はこのタイグを示したことになります。つまり、どの K 人の女性も合わせて K 人以上と知り合いでないならば結婚問題に解がないと。そのタイグがあればね、この必要性 の文面と全く同じになります。なので、示していることになると。だから以下だよ。逆側がね、十分性です。こっち向きの矢印を考えていくと。はい、これはどんな風にやるかっていうと、機能法で、示していきたいと思います。まず最初に女性が1人の場合で考えましょう。 M イコール1の時、これは成立が明らかです。なぜかというと、今 M が1だから K1 しか取れません。どの1人の女性も今だから、まあその1人の女性の知り合いが1人以上、ならば結婚問題に解がある。これはまあその人を、ね、適当に選べばいいわけだから、その中から必ずこれは、成立するとすぐ分かるでしょうと。だから M イコールちょっと成立は明らかです。ここでですね、こんな風な仮定します。ここで、はい、こんな風な仮定を置いています。ここで女性が M 人未満ならば成立すると仮定しましょうと。機能法を考える時のその M イコール1だけを前提するんじゃなくて、その手前全部を、仮定するケースです。女性が M 人、すごい伸ばしちゃった。 M 人、なんかナルトの常人中人みたい。 M 人未満ならば成立すると仮定しましょうと。これを仮定してどんな問題考えるかっていうのをこっち側でいきます。はい、では今、女性が M 人いるとしましょう。そして次の2つの場合について考えます。はい、その1つ目がこれ。はい、K 小なり M っていう式を満たしている K なるどの K 人の女性も合わせて K プラス1人以上と知り合いというケースについて考えます。
これ最初何言ってるか分かんないと思うんだけども、今、示したい向きっていうのはこれならばこれです。だからこっち側は認めてるんだね。どの経人の女性も合わせて経人以上と知り合い。で、この経人以上と知り合いっていうのは、こんな風に2つに分けられるんです。何かっていうと、経人以上だから、ちょうど経人と知り合い。か、K プラス1人以上と知り合いっていう風に、そこにメスを入れられるんだね。だから、K 人以上っていうのに、K と K プラス1のところに仕切りを入れて、ちょうど K 人と K プラス1人以上の2つに分けることができると。だから今これがその上側です。K プラス1人以上と知り合いのケースについて考えましょうと。この時、女性のうち、1人適当に選びます。そして、その1人の知り合いの男性と結婚させると。任意。この時、女性の1人を、はい、任意の知り合いと結婚させるとどうなるかというと、残りは何人かって言ったら、今 M 人女性がいて1人がもう結婚相手が見つかったわけだから、残りは M-1人。この残りの M-1人について何が言えるかっていうと、今もともとがどの K 人の女性も合わせて K プラス1人以上と知り合いだったわけです。だから1人が結婚しても必ず K 人以上の知り合いはいるよね。だから残りの M-1人は K 人以上の知り合いがいると、合わせて経人以上知り合いがおり、今回何を仮定したかっていうと、女性が M 人未満ならば、今示したいものが成立って言ってるんだから、 M-1人は M 人未満でね。だから、結婚問題に解があると。だからペアを必ず見つけることができます。合わせて経人以上の知り合いがおり、仮定より結婚問題の解が必ず見つかると。はい、なので、完全マッチングの方法があるよということになります。それではまだ調べていないもう一つの場合について調べていきましょう。じゃあ2つ目、それがこんなケース。はい、ある、M 未満の K 人の女性の知り合いの数が合わせてちょうど K 人なケースについて考えます。この時、まず K っていうのが M 未満だから、この場合は、仮定からこの K 人、これ結婚できるよね、結婚可能と。はい、そしてまあだから K 人が先に抜けていくわけです。そして残りじゃあ何人いるかっていうと、女性は M-K 人いるよね。残りの M-K 人のこの女性のうち、H 人取っていきます。どの H 人、この H ってのはもちろんこの M-K 人の中から選ぶわけだから M-K 以下です。そしてこのどの H 人の女性も、合わせて必ず H 人以上の知り合いがいるよね。ここでつまずく人がいるかもしれないので、ここでもう少し詳しく話してみます。なぜ残りのこの M-K 人のうちどの H 人の女性を取ってきても知り合いが H 人以上、合わせて知り合いが H 人以上いるかっていうと、もしこれが H 人未満だったら実はおかしいことが起きてるからだね。H 人未満だったとしましょう。そしたら今取ってきた H 人と最初に結婚した K 人を合わせて H たす K 人、その H たす K 人の女性について考えます。そしてもしこれが H 人未満だったら、その女性たちの男性の知り合いっていうのが H たす K 人未満になっちゃうね。でもこれはホールの結婚条件を満たしてないでしょ。今ホールの結婚条件を認めた上で結婚問題に解があるかっていう流れで考えてるんだから、ホールの結婚条件は満たされてると考えるわけです。なのに最初に M2 の中から H たす K 人を選んだ時に知り合いが H たす K 人未満だったら、ホールの結婚条件をまず満たしてないからね。そういうケースについては考えてない。だから必ず H 人っていうのが H 人以上の知り合いがいなきゃいけないよね。 H 人未満ってことがありえないからです。いいでしょうか。で先に進むと、どの H 人取ってきても合わせて H 人以上の知り合いがいるから、これいいよね。仮定よりこの残りの M-K 人についても結婚が可能であると。これで証明が終了したことになります。最初のケースでも最初に1人結婚して残りも結婚ができた。そしてこっちでも K 人が最初結婚して残りの M-K 人も全員が結婚できたので、もともと女性が M 人いたら M 人とも結婚できたことになります。はい、ということでですね、今回のまあ話っていうのはなかなかね、結構ガチガチな数学のね証明だったんですが、最初にね話した結婚問題のグラフの応用先、例えば最初に話したような、例えば仕事の割り当てだったりとかっていうのがあって、いろんなねその応用問題が考えやすい、すごい汎用性の広い定理になってます。なのでね、
ぜひ、自分はこんな風なケース考えましたとかね、応用問題があったら、コメント欄にね、いろいろ書いてみてください。でね、コメントで、あ、こんな問題についても本結婚定理が成り立つんだとかね、本結婚定理問題置き換えられるんだってね、感動が分かち合えればと思います。ということで、今回の授業はこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業は少し面白かったり役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。そしてですね、この授業の他にもたくさん動画をアップしているので、ぜひ、公式ホームページでね、いろいろね、何があるかチェックしてみたりとか、あるいはね、最新情報を追うために、Twitter とか Instagram のフォローをよろしくお願いします。ということで、他の授業動画でもまたお会いしましょう。さよなら。